帰宅部活動記録は、クロワによる日本の漫画作品。スクウェア・エニックスのアンソロジー・コミック、コミック・アンソロジー局帰宅部掲載のプロトタイプを経て、同社のウェブコミック配信サイト、ガンガンオンライン2011年8月18日更新分から、毎月第2、第4週更新で連載され、2014年6月26日に更新を終了した。 2013年7月より10月までテレビアニメが放送された。キャッチコピーはたった一度の青春を棒に振る、緩くない系日常ギャグアニメ。作者の自作、ニュースイット第一回では、おまけとして本作キャラクターとのコラボ作も配信している。高校に入学したばかりの安藤夏希は、部活での上下関係が面倒くさいと、部活動はしないで、帰宅部でいいやと考えていた。 しかし、それを聞いた、夏希のクラスメイト、等のカリンは、実はこの学校には、帰宅部という名前の部活動があると彼女を部に、紹介する。部長の道、明寺桜以下の部員は、放課後から帰宅するまで、楽しく過ごすことをモットーとした活動をしており、夏希は、この、帰宅部に流されるまま入部、隠して彼女と帰宅部の部員たちの緩くない日常が、幕を開けた。 お菓子が、名前の由来となっているキャラクターが多い。2012年5月22日 ISBN978 から4から757535985。5, 2012年11月22日 ISBN978 から4から757537842。2, 2013年6月22日 ISBN978 から4から757539860。 2013年12月21日 ISBN978 から4から7575417262014年7月22日 ISBN978 から4から7575435152013年7月より10月まで日本テレビにて放送された2016年7月からは3テレビ KBS 京都でも放送 基本は1話につき3から4個の話で構成されているが、最終話のみ一つ一つが短いため、21個の話で構成されている。第4話から第12話に挿入される CG 短編。日本国内日本テレビ番組の日テレオンデマンドによる応援同時配信は本番組が初めてとなる。日本国外ブルーレイ。 DVD2013 年9月18日から12月18日まで発売された。CD、たった一度の本番を棒に振るラジオのタイトルで、2013年6月27日から10月10日まで、音声及び、響きラジオステーション、日テレオンデマンドにて配信された。毎週木曜日更新。略称は、たたラジ。出演は、木所もぶき、ケツメイ、水木 小林美晴、相内さえ、千本木綾香の5名。ただし、第5回より5人の中から3名が出演することとなった。なお、日テレオンデマンド版は映像付きとなる。ありがとうございます。